このそろばん駄菓子屋では、小さい頃実家が駄菓子屋だったゴリ先生が古き良き昭和の時代の話を駄菓子とともに紹介していきます。行きましょうか。ハローイブルはレッツエンジョイジャーバーか。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。駄菓子屋そろばん開店です。第2話ですね。今回紹介する、お菓子はですね、駄菓子はですね、青りんご。青りんご、こんな感じ。引いたら見えるかな。こういう感じですね。青りんごという、こういうケース。ケースに入った1個取ると、よいしょ、こういう感じのお菓子ですかね。こういう感じのお菓子ですね。 3×4 なんで12個、まあグミっぽいのが入ってるというこんな感じですね。非常に女性に人気がある、駄菓子ですね。ちょっといただきますね。ゴリ先生もいただいてみます。実はゴリ先生もこれ好きなんですよ。で、封を開けるとちゃんとこういうパッケージ見えるかな。ちょっとグリーンバッグとかぶっちゃうんでね、爪楊枝が入ってるんですね。でさらに、あ、これゴリ先生と子供の頃、あったんですけど、パッケージがですね、多分頑丈にあの頃とはまた変わってですね、結構密封されたいい状態になってますね。で1個こういう感じでグリーンなんでね、グリーンバッグとかぶっちゃって透明になっちゃうんですけどね、グリーンなんですよ。いただきます。うん、グミ、グミ、おいしい。うん、グミかな。グミ、グミのちょっと硬いバージョンかな。グミのちょっと硬いバージョン。なかなかグミと違って口の中からなくならないですけど、うん、美味しいですね。ゴリ先生の個人的なイメージだと、女性に人気がある、駄菓子、のような気がしております。じゃあ、そこからですね、能力開発そろばん関係に、話を持っていくんですけども、まあ女性に人気があるということで、タイトルで女性が活躍する世界へという、タイトルをつけました。に挟まるんですけどね、ソロバン大会とかで結構上位者に、男性の方が多い、高校2年生から理系と文系分かれたんですけどね。ゴリ先生理系行ってクラス40人中30人は、男の子、10人が女の子だったんですけど、もうこれからは、そのあたり、例えば、ソロバン暗算大会でも、しっかり、女性が来る比率っていうのは上がってくるでしょうし、文系理系の比率もですね、もう今ちょっと調べてないですけどね、女性の比率は上がってくるんじゃないかなと思っております。まあなぜかというと、ゴリ先生のこの教室、宇都宮の清原台というところにあるんですけどね、すぐ近くに自動車の本田さんの研究所があるんですけど、職員の方もですね、非常に女性の比率が上がってきてるっていう話をこの前聞きまして、全然その理系だから、男性女性、男性の方が比率が高いとか、そういうのがどん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 変わってきてるんだろうなと。そろばん業界女性の先生多いですよね、やっぱりね。でまあゴリ先生が、全然家事ができないから、やっぱり女性すごいですよね。家事をしながら、お仕事もする、そのパワーもそうですし、結構やっぱりしっかりしてるんですよね。まあゴリ先生、これは個人的な感想ですけどね、ゴリ先生が大雑把なんで、すごくこう、女性がしっかりして見えるのかも分かりませんけども、いやいや、まあ社会全体としてもですね、女性がどん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 、社会に出てきて、で、お仕事をされて、いい成果を上げてきてると、そんな時代に変わってますから。この青りんごですね、青りんご、非常に女性のこう女性が好む駄菓子なんですけども、どん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 、女性が、活躍する社会に変わってくるんだろうな。まあ今回、自民党の決める選挙ありましたけどね、まあ残念ながら、女性にはならなかったですけど、そのうちいよいよ、日本の方も
女性が、女性の首相というのが現れる時代にもなるんだろうなというふうに感じたので、今回ちょっとこの青りんごの駄菓子を紹介しながらですね、ちょっと能力開発の話に、つなげてみました。はい、こんな感じでですね、駄菓子屋そろばんは駄菓子を紹介しながらですね、そこから、能力開発の話をしていければなというふうに考えております。まあ不定期開催ですけどね。はい、どんどんやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、またこの動画最後まで見ていただいた方本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。